右から二人目が連合艦隊司令長官に就任し、東京駅を出発する山本五十六を見送る中里中里茂次から1946年1月20日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。山形県出身、中里茂武の次男として生まれる。山形県中学校、攻撃者を経て1893年12月。 海軍兵学校を卒業し、少位候補生として、桂木の二乗り組み日清戦争に従軍。1895年3月に、海軍少位任官、海軍大学校で、おつし学生として学んだ。その後、赤市法術長、海兵教官などを経て、日露戦争では、橋立法術長として出征した。常盤法術長、軍令部参謀、海軍省軍務局員。 イギリス駐在、麻生副長、軍務局員、軍令部参謀、春日艦長、岩手艦長、軍令部、第二班長などを歴任し、1918年12月、海軍少将に進級。さらに、軍需局長を務め、1922年12月、海軍中将となった。舞鶴陽光部司令官などを経て、1925年6月、予備役に編入された。 1926年、オハイゆでん開発の国策会社である北カラフト石油の初代社長となった。村上隆史、北カラフト石油コンセッション19251944、ISBN4 から832964712、官報第4402号、助人及び、事例1898年3月9日、官報第4603号、助人及び、 事例1898年11月1日、官報第7640号、序人及び、事例1908年12月12日、官報第451号、序人及び、事例1914年1月31日、官報第1930号、序人及び、事例1919 19年1月11日、 官報第3126号、除人及び、事例1923年1月4日。ありがとうございます。